はい、マノチです。よろしくお願いします。ルートレターやっていきましょう。田中くんをいじめ抜いたところからですね、考える。今聞くことは一つしかないな。はい。文野彩さんに会いたいんだ。どこにいるか教えてくれ。どうした？メガネの表情がまた固くなった。文野彩という同級生はいません。ここに来て嘘をつくってのはなんか不自然だと思うんだよね。だからいる、本当にいないんだろうね。おい、この後に及んでそれはないだろう。本当にいないんです。それじゃあこの手紙を書いたのは誰なんだよ。知りません。手紙は返します。田中さんは俺に手紙を返してきた。田中さんおもむろにカツラをかぶる。私はあなたの質問に正直に答えました。多分本当に正直に答えてるんだと思う。そんな答えで俺が納得するわけないだろう。では証拠を持ってきます。ここで少し待っていてください。証拠？おかしいな。あいつは完全に心を開いていた。それなのにどうしてアヤさんのことになると口を閉ざすんだ。意味がわからないぞ。個人情報だから本当は見せてはいけないんですけど、こうなったら見せるしかありませんね。アヤさんがいないという証拠ってなんだよ。15年前の松江大場高校の名簿です。田中さんから渡された紙を見る。名簿は50音順になっています。女子は1番が阿部冬美、2番が五十嵐香菜、3番が上野梨央となっていますよね。そうだな、50音順になっている。文野彩がいるとすると18番の羽田梨子と19番の本間美穂の間のはずですよね。ほら、誰もいませんよね。わかりますよね。この名簿が本物なら、このクラスに文野彩は存在しない。これもらってもいいだろう。ダメに決まっているでしょ。撮影もコピーもお断りですよ。よく見せてくれないか。田中さんが俺から名簿を取り上げた。本物ですよ。ここに私の名前があるでしょ。田中康介の名前がある。嘘はついてませんよ。これで分かりましたよね。なんてことだ。俺が知ってる文野彩は一体誰なんだ。とりあえずクラスが31人っていうことはなんか後に引っかかってくるような気がするな。31人しかいなかったよね、名簿のやつはね。あれを見せてみようか。あ、写真かな多分。それならこの写真は誰なんだ。彩さんの写真を田中さんに見せる。知りませんね。知ってはいるんだろうな。なんだろう、怪しいな。あなたの調べている文野彩とはこの不法欄の女性ではないんですか。田中さん新聞のコピーを俺に見せる。これはなんだ。文野彩18歳病死の不法欄のコピー。25年前の新聞記事です。文野彩という女子高生は病気で亡くなっているんですよね。わかりますよね。まあ、病死してたっていうのは情報は得てる。この女性のことなら知っている。俺の探してる人物とは別人だ。あなたは誰かにからかわれたんですよね。だから実在しない女性を探すのはやめた方がいいと思うんですよね。俺の勝手だろう。手紙を書いた人物に心当たりがあるだろう。あるんだろう。正直に言ってくれ。ありません。私は仕事があるんです。もう戻ります。待ってくれ。もう一度名簿を見せてくれないか。コピーがダメなら書き写しだ。旅行ガイドの白紙の部分に名簿の名前を書き始める。1番阿部冬美。はいはいはい。何をしているんですか。書き写している。途中は飛ばして18番が羽田理子、19番は本田美穂だな。1番阿部冬美、五十嵐香菜、3番上野梨央の後に、はい、名簿を返してください。仕方なく名簿を返した。
もう帰ってください。これ以上話をしてくれそうもないな。金の猫の守りだ、お前にやるよ。手紙に書いてあったメガネは判明した。でもアヤさんのことは話してくれなかった。どうすればアヤさんを見つけられるんだ。第3章バナナの便箋。はい、アヤさんは本当にいないのか。じゃあ俺と文通していたのは誰なんだ。なんだか腹が減ったな。腹ごしらえしてからこれからのことを考えよう。蕎麦屋行くのかい。新材庵にやってきた。三平くんがやってきた。いらっしゃい。あ、一昨日の兄ちゃんか。山田のおうちそばが美味しかったからまた来たよ。今日は何にしやす？いろいろとあって迷うな。大食いに挑戦したらどうですか？30分で山田のおろちそばを何杯食べられるか挑戦するんですよ。記録は5杯です。そんな食べたやついんのか。15年間破られない記録でやす。15年っていう数字が相当絡んでるね。新記録を出したらどういう得点があるんだ。お代はいただきやせん。挑戦しやすか。いや、挑戦しないよ。今日のおすすめは何かな。決まってやす。全部でやすよ。うん、まあな。昨日の昼は何を食べたんだ。昨日はしじみ丼でやしたね。よし、それだ。俺もしじみ丼をもらおう。へい、しじみ丼を一つ。ああ、先生だ。ってことは渡辺翔也も7人のクラスメートの可能性があるよね。運動神経抜群の猿あたりがぽいかな。お待ちどうさま。三平くんがしじみどう持ってくる。はい、どうも。ふっくらしたしじみがたっぷりと乗っている。うまみがご飯にして染みていて実にうまそうだ。美味しそうだ。この香り食欲がそそられるぞ。兄ちゃん、どげだったや。最高の味でした。しじみもこんな風に料理されると本望だろうな。面白いこと言うな。そうだろう、爆笑もんだろう。そういえばあの空き地に幽霊が出るって噂は聞いたことあるかな。そうは噂じゃなて事実だで。俺も三平も何度か幽霊を見ちゃおけんな。もしかして高校生くらいの女の幽霊かな。違いやすね。20代後半くらいの女でやすよ。え、どうして20代後半でわかるんだよ。それはあっしは目利きでやすから。おいおい、いい加減だな。三平は幽霊情報をブログに書いちょうだ。噂のもとはそのブログじゃないのか。違いやす。あそこには本当に出るんでやす。幽霊ね。そうだ、これを渡すのを忘れとったな。元吉さんは相撲足腰のスタンプラリーの紙を渡してくれた。相撲足腰のスタンプラリーの台紙だ。はい、この前も言ってたけど相撲足腰って何ですか。新事故湿疹と言われる新事故の名物でやすよ。なんか七不思議みたいな感じなのかな。相撲足腰の巣はスズキ、モはモロゲエビ、ウはウナギ、アはアマサギ、シはシラウオ、コはコイ、シはシジミでやす。
ヤマタのおうちそばで、うなぎを食べて今日しじみ丼を食べたからウと滋賀に判号されてるわけか。そういうことでやす。なんか関係あんのかな。それは完成してからのお楽しみだわ。ここでこの話をもうぶち込んでくるってことは後に完成させるんだろうな。人探しの進展はどげなった。3歩進んで4歩下がるってところかな。ひえー、進んでないでやすか。一歩後退だよ。松江で高校生が集まっていて昔からある店はどこかな。コンビニでやすね。それじゃ意味がない。学生と店の人は顔見知りの店がいいんだ。そうなら丸腰だ。どういう店です。格安で食べ物を提供する店だ。観光ガイドに載ってたかな。あ、観光ガイドはない。あ、観光ガイドここか。あったぞ。ここなら15年前の大場高校の生徒を知っている人がいるかもしれない。兄ちゃん、今日も半額でいいで。あ、いいの。店長、どうしたんでやすか。この兄ちゃんは半額でいいが。この店随分とサービスがいいな。なんかあるのかな、このサービスの良さっていうのが。なんかちょっと気にもなってくるね。だって不自然だもんね。急に来てね、兄ちゃん気に入ったよ、君はもうずっと半額でいいよって絶対怪しいじゃん、そんなの。ちょっと待ってよ、どうせ来たんだからなんかもうちょいなんか調べていくか。何もないと思うけどね。何もないかな、ないかな。よし、じゃあ、丸腰ってところに行ってみましょうか。なんか全然俺のイメージと違ったわ。なんかもうちょっとデパート的なところをなんか想像してた。丸腰に来た高校生たちがたむろしてたわいもない話をしている。いや、なんかちょっといい場所ですね、雰囲気がね。ここが丸腰か。お弁当さんやみたい、お弁当屋さんみたいな作りの店だな。何があるんだろうか。たこ焼き250円、おむそば200円、揚げパン各50円。お、安い安い安い、学生向け。店に入ると数人の高校生の男女は仲良く話をしている。これは水か。揚げパンを食べるのは久しぶりだ。あやさんたちもここに来ていたのだろうか。あやさんと7人のクラスメイトが楽しそうに騒いでいる。メガネビッチでしょ、左側が。で、あの帽子かぶってんのが多分渡辺翔也なんだよね、後の先生でしょ。で、後ろで結んでんのが多分かけがえのない親友か。で、優しいデブとあの椅子に反対方向に座ってんのが誰だ。男前のガリ。もしかしたらバー中村にいた野津翔太がそうだと思うんだよね。で、あの坊ちゃんヘアが坊ちゃん育ちのチビか。多分チビとはまだ出会ってない。私は人を殺してしまいました。罪を償わなければなりません。これでお別れです。さようなら。考え込んでると学生たちはいなくなり、店の客は俺だけだった。あやさんはクラスメイトの誰かを殺したのではないだろうか。ああ、その発想は全くなかったな。それでメガネは彼女の話をしたがらなかった。ああ、で、
人を殺してしまって、なんか学生のその名簿から名前が消えた。消印は7月27。この消印もメモっといた方がいいのかな。マックス君へ。梅雨が明けて松江は蒸し暑い日が続いています。そちらはどうですか。今日はクラスメイトのサル君のことを書きます。サル君は野球部の大黒柱、県大会の決勝戦で大活躍。試合は負けたけどスタンドで応援できて楽しかった。サル君は少し気が荒いけど根は優しい人です。私は彼に悪いことをしたかもしれないんです。でもそれはサル君のため。いつか私のやったことを分かってくれる日が来るはず。きっといつか。私は信じている。サル君は選手としてもいいけど指導力があるので監督に向いているんじゃないかな。将来母校を甲子園に連れて行ってくれるかもしれない。そんな予感がします。文野彩。P.S. マックス君はどういう大人になりたいですか。これも間違いなく確定だね。渡辺翔也、渡辺雅也かな。あのゴリラみたいな先生が間違いなくこのクラスメートだね。もうこれはもう確定でいいと思う。どんな大人か。手紙ありがとう。東京もむちゃくちゃ暑い。高校野球の県大会決勝戦、決勝まで行ったのがすごいな。盛り上がっただろうな。羨ましい。俺の高校は初戦で優勝候補と当たってコールド負け。でも野球部のやつら落ち込んでないんだ。東京大会で優勝するのは甲子園で勝つよりも難しいと言いていた。俺は中学までサッカーをやっていたけど挫折。世間には才能のある者がいて努力でカバーできないこともあるとして悔しいこともあるけど、スポーツはいいよね。試合後敵の選手だけやったり握手するのって不思議だと思っていたけど、自分が経験するとよくわかる。スポーツするとネガティブな気持ちが汗になって流れていく感じがする。大人になってもスポーツやり続けたいね。マックス。うん、これかな。あやさはどういう大人になりたいですか。俺は真面目なことを書いていたんだな。丸腰のおばちゃんがやってくる。どうかしましたかね。え、一人でブツブツつぶやいちょられましたよ。物思いにふけっていただけです。おげですか。おばちゃん、この店は長いんですか。うん、20年以上やっちょで。それならこの辺りの高校生に詳しいかな。おげだね。ここは高校生の憩いの場だけんね。この人なら何か知っているかもしれない。よし、今回はここらでやめておきますか。第3章に入りましたね。まあ多分第3章は渡辺雅也先生とのことだと思うんですよ。運動神経抜群の猿の話か。意外とあれだね、あの山陰中央テレビの、おしゃべりビッチ村上美咲の話が全然出てこないですね。まあやめますか。今回はここで終わっておきましょう。終わり。バイバイ。